負けてほしい画面ブックメーカー投資の検証お疲れ様です。遅くなり申し訳ありません。サンキューベッド結果報告です。本日は4ベッド、2865円のプラスでした。ということで、こちら、買っておりますね。ユニバー君、静かにしましょう。はい。おーじゃねえよ。はい。あの、セミナーやります。はい。で、大阪セミナー盛り上がりました。 最後は写真撮影会と握手でデりました。僕らなんかと写真撮りたいと言っても恥ずかしかったです。といっぱいお土産いただきました。ありがとうございます。来週赤田です。盛り上がりましょうと。いやー、スター、和シの誕生ですね。スター和、和 <laughs> シいやー、ワさんもスターになっちゃいましたね。写真撮ってくださいっていうね。一番最初の頃。一番最初の頃、ワシズさんなんかも、あの、自信がないでーしゅ、みたいな。 吉田さん本当に大丈夫ですかねみたいな。仮面、仮面かぶったおっさんが大丈夫ですかねみたいな。今こんななっちゃいましたね。やっぱ、ドリームアカデミアってすごいな。はい。まあ、あの、熟成さんですから、吉田さんも。 一応あの、ちょいちょいあの、こと、あの、このわし、わしさんのね、セミナー終わったらドリアカーセールするんで、ちょいちょいやっぱ言っとかないとね、ドリームアカデミア、いいよ。<laughs> ま、ああのね、ドリームアカデミア入れないという場合はね、今回のセミナー。ま、あでもね、熟成さん結構来るんですけどね、博多。もう7人ぐらいね、お申し込みいただいていまして、ありがとうございます。はい、熟成さんがもう4人ぐらい。熟成さんは大半かもしれないですね。 まあ、あの、塾にもですね、ドリームアカデミアの塾にも、ま、わしずさんのね、えー、ブックメーカーのやつい入ってるっちゃ入ってるんですけど、うん。ただ、あの、生わしずを見れるのはなかなかないので、そうね、わしずさんも働いて、サラリーマンですから、うん、生わしずをぜひ見に来ていただいて、あとは、まあ、ちゃんとあの、わかんないことがある、疑問があるは、もうわしずさんに直接もう本当聞いてください。要は、セミナーで、 僕ね、あの、セミナーの受け方をちょっとここでお話ししますけど、セミナーって、なんか、あの、何が一番かっていうと、講師に会えるんですよ。なんかその、ノウハウ聞いて帰る人いるんですけど、馬鹿じゃねえかなと思うんですよ。いや、そんなの、そんなの上、そんなの、教材買えばいいじゃないですか。セミナー、わざわざ来て、その、セミナーのメリットとしては、その、生わしずに会えることなんですよ。 だからその生わしずをいかに調理するかっていうのは、あ、なんかユニバー君はちょっとすごいな。ちょっと生わしずをね、どのように調理するかはやっぱね、やっぱ男飯ですかね。<laughs> やっぱあの、僕もね、そのセミナー受けてたことがあるんですけど、まあ僕のセミナーの受け方はもう完全前、まあ最前列に座る、あと質問するっていうのをやってましたけどね。 僕もやってました。僕もセミナーに参加することはもうなくなりましたけど、僕もセミナー参加してた時に最前列に座って、別にプラチナ席とかあるわけじゃないんだから、まあある場合もありますけどね。うん。なんか一番前に陣取って質問するっていう。これを僕はやってましたけどね。なんかそのノウハウ聞くんだったら、別に来る必要ないかなっていう。 うんまあ、別に聞きたいっていう人は聞いていただいてもいいんですけど、それじゃあね、僕はね、うまくいかないと思いますよ。セミナー参加してなんか満足みたいになっちゃうんで、じゃなくて、まあ、体験に刻み込むんですよ。わかります体に刻み込んでいかないといけないんで、情報なんつうのは右から左に流れるんですよ。セミナーの話聞いても覚えられないんで、違うんです。情報を聞くんじゃないんですよ。ね。違うんです。情報を体験に落とし込むんです。 わかりますじゃあ自分で生ワシズにね直接聞いて聞いたことって自分がアクションして聞いたことって体験になってそれが記憶として残るんですよただセミナーの席に座ってボーッと聞いてても何も覚えられないんですよ、うん、だせっかく来るんであるならば生ワシズを調理してほしいなと思いますね生ワシズをしっかりと、はい、そのまま食ってもよし調理してもいいしあなた次第 ということで、まあ、ぜひですねセミナー参加して生鷲釣を食べてください。以上です。